はい、それでは2023年5月7日ですね、ポッドキャストを始めていこうと思います。ねえ、ゴールデンウィークも最終日終わりましたね。なんかあっという間でしたよね。ね、私はこの5日間ゴールデンウィーク後半3、4、5、6、7、ここサンドズシー店でね、ちょっとしたイベントを行ってましたけどもね、もうね、ほんといろんな方々と出会いまして、大変良かったなって思いますね。もうほんとね。ね、初日はね、そのフェリーに乗ってる映像に合わせてしたんですけども、ね、2日目からはね、ヒカキンさんの部屋、ね、あのソファーの映像とね、合成したのをしておりましたけども、ね、やっぱりヒカキンさんめちゃくちゃ人気ありますよね。子供たちから大人までね、って感じでね、見られまして。で、ちっちゃい子とかはね、まあ、自分が映ってる映像を見て、ヒカキンやんって感じでね、言われておりましたけどもね。もうほんとね、もう数多くの子供たちに楽しんでいただきましてね、ほんと良かったなって思っております。で、またね、ほんと、いろいろなね、私のファンの方もね、ほんと会いに来ていただきまして、ありがとうございます。ね、人吉からとかね、あと、まあ、大阪のね、方もね、見てますって声かけていただきまして、ありがとうございました。ねえ、一番びっくりしたのはね、もうコロナ前からですね、もう遊びに来てくれてた男の子がね、もう久しぶりに会ったんですけども、めっちゃ大きくなってたなって感じでね、それは本当びっくりいたしましたね。もう本当ね、今回、ね、このイベントを行いまして、いろいろな出会い方に出会いまして、本当楽しかったですね。はい。またね、日曜日、毎週日曜日、子供たち向けのイベントね、コロナ前行っていましたけども、ね、そろそろ何かちょっとイベント企画考えてね、復活させようかなと思っております。はい。ね、明日から仕事、学校の方もね、結構多いかと思いますけどもね、仕事、学校、頑張ってくださいね。明日、連休明けでね、ちょっと大変かと思いますけどもね、ぜひ頑張っていただければと思います。それでは本日はここで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバーイ。